よかったよかった。たった二人なのに、こうも強いとは。やはりドライバー。レックス、今だ。なあ。なに？なんだこの炎の壁は。新しいドライバーの登場な気がするぞこれ。うわー、なんかボス臭がする。せっかく束の間の休暇を楽しんで。強そう。頭燃えてますよ。家具土。日の家具土。ブレイドか。でもドライバーは。私のドライバーは現在ある任務。いやドライ。あれだろうね、ブレイド単品でも強そうだよね。ドライバーがいない。まあありなのか。家具土様はセルビアの王子とも呼ばれる。いやもうだって強者感があるぞこいつ。双剣いいな。あれホムラの知ってるかこれ。本気になったら目開けるとかそんな感じ。この子摂取が禁じる。彼らを生きたのに捕らえなさい。勝てるこれ。めっちゃエロい服してるけど、あれ背中丸見えだろ。髪で隠れてんのか。あれ一人兵隊残ってない。勝てるかこれ。俺たちの力。なんで一人だけ兵隊残ってんの。私の心配はいらないよ。はい出せ。待って、俺が死ぬ俺が死ぬ俺が死ぬ。うわ強い。強すぎるだろう。仲間がおとりになってる間に俺が攻撃する作戦で行くしかない。いけー。アンカーショット。アンカーショット。だよね。いいじゃん。油断は禁物。いいね。まだまだ。まま終わるもんか。勝った勝った勝った。あっしあおー、危ねえ。よかった。もうレベ上げしなきゃいけないかと思ってたわ、そうそうと。これで同じレベルかよ。あっちドライバーいないのに。俺たちの攻撃を弾いた。あの人、強い。ブレード単品でこれだぜ。向きであれか。諦めるな。こっちは再びだよ。勝てる見込みあんのか。ビャッコ、なんかせこいネット出てきた。ビャッコかわいい。ビャッコの天ぷらみたいになってる。めっちゃなんか都合のいい出てきたな。それどころかこれじゃ動けねえし。その一つはこれ。力の源であるエーテルの流れを遮られる。ああなるほど。いやビャッコ逃げろ。レックス、私たちに構うな。エーテルで繋がってる感じだ。見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたにはあんたの目的があるだろ。でもまたエンテルネットされちゃうぞ。エーテルネット。リックス、今は引け。それしかない。でも引いて逃げられんのこれ。逃がしません。もう逃げられそうにないけど。リックス、お前レックスっていうの好きだな。レックス。お、なんだ今可愛い爆弾は。あ、水効くの？今だ！おー！バーニングストーム！おお！ホムラ！はい！あ、もう逃げるしかないんだ、やっぱり。今の爆弾みたいのあいつが投げたのかな、レックスは。逃がすな！おい！おい！それでいい。逃げ切れよ、レックス。次はニアちゃんを救出しないと。ていうか、家具土も炎だから、青い炎対赤い炎みたいなもんか。おーい。誰？こっち、こっち。やっぱこいつが？こっちだもん。逃がしてあげるもん。こいつが爆弾投げたんじゃないか、さっき。早く、早くも。かわいい。何族かそろそろ教えてほしいよね。魔族としか言いようがないけど。隠し扉か。あ、これは気づかないよ。ありがとう、助かったよ。でもどうして俺たちを。誰だよお前本当に。なんとなくも
なんとなく怪しい。っていうのは嘘も。本当言うといっつも威張り散らしてる兵士に完成したばっかのロケットカムカムをお見舞いしてやろうと思ってたもん。あの爆弾がそうか。ちょうど兄ちゃんたちが追われてきたんだもん。外れて水道管に当たっちゃったけど結果オーライだもん。むしろあそこやってたからよかったんだろうね。さっきのは水でトラだもん。ひるんだトラっていうのか。トラ、俺はトラではないね。トラで、こっちはホムラ。イントネーションは違う、ね、よろしくお願いします。よろしくも。もうトラではないけどね。トラとは似て非なる。似てねえよ。全然似てない存在だけど。理由？なんか手伝ってほしいのがいいぞ。それはトラン家に着いてからゆっくり話すもん。こっちだもん。ニアちゃん助けないといけないからさ。ん？あいつ。暴行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。ニアちゃんと白子だね。町の治安維持に。ねえパクス君、僕がなんて言ったか覚えてる？ちゃんとパクス君って名前あんだね。僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。ホムラちゃんね。手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。1万5000って大して多くないかな。大事なことだからもう一回言おうか。僕うぜ。水玉色のコアクリスタルを。あの毛布様。毛布か。水玉色とはどういった色なのでしょうか。確かに。緑色。緑。わかる。これこの色。これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？めっちゃイラつく言い方。緑色。あ、そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ。水玉色のブライトなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイト。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。どんだけ、何これ何、そういうギャグなの。何コントしてる場合じゃねえ。ぐらいなさい。失礼いたしました。モーフ様、メレフ様が。メレフから、メレフ特別執権官がたった今。今？港に到着されました。なんですって。そいつがあれかな。あの青い炎のブレードのドライバーかな。メレフ。一人で遠征行ってたって言ってたけど、メレフかな。ちょっとまだわかんないけど、これがあれかな、そのメレフってやつが乗ってる船かな。めっちゃでかいけど、やっぱり上についてるのがやっぱ生物なんだろうね。結構でかいな。メレフ出てきそう。あ、絶対そうだわ。これもどう見ても強いわ、こいつ。強者感。強者感出てるよ、これ。男？女？どっちでも取られるんだ、これ。どっちだろう。どっちかっていうと、女だったかな。女っぽい唇してたけど。こんなところに家が。ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるも。本当だ。秘密基地みたいな。うひゃー、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいもん。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだもん。いずれ落ちそうだな。素敵なお家ですね。もうふふ。ところで、レックスの兄貴。なんでしょう。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども。絶対なんか頼まれんじゃん、これ。ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。同じトラ同士、トラドライバーと仲良くなったぞ。当然だもん。ブレード絶対利用する気だよな。すんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。うわ、ね、
その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、先輩って呼んでいいよ先輩。ちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん、偉いんだもん、威張り散らすもん。威張り散らし。まあなりたくてなれるもんじゃないからな。よし分かった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本当かも。ドラ友達。兄貴のお友達になるもん。やったもん。あとウィンウィンな関係気づけて、そうだトラ、気づけるようにしてくれよ。この街のことも軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？まあ、助けないとね。ビアッコを助けなくちゃ。そりゃそうでしょうよ。そう来たか。それってホムラちゃんは助けようと思ってなかったんか。ドライバーとブレードの子とかも。そうさ。それは街でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。ご飯ね。あんのご飯。考えまとまらないもん。多分一番大事そうなとこにいると思うんだよね。ご飯は後で。中央区みたいな。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。食わねんかい。ほら、やっぱ相当真面目。お腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。すげえハイスペックだな。料理できるの？武器にもなれて料理も作れて。煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。なるほど、確かにガスいらずだ。しかも焼き氷とかはちょっと苦手かも。あー、まあ、溶けちゃうか。そうだよね、体温高そうだもんな。大体の料理できるとだよね。すげえな。トラ君、トラ君、食材は何がありますか？レックスはレックスだけど、トラはトラ君なんだ。そこの木箱に入ってるものだけも、残念ながら大したものはないもん。晩飯食べようとか言っといて、大したもんねえのかよ。買い出し眠くは無理じゃろうから、ありもので何とかしてもらわないといかんな。確認させてもらいますね。結構あるな。トロピカイモ、サンプキン。聞いたことねえな。ミートパプリカってどっちだよ。ヒートオレンジ。何、料理システムあるこのゲームってまさか。普段のトラはそのまま食べてるもん。わしらも似たようなもんじゃ。そうだったね。アイテム入手。妹？サンプキンってなんだろう。かぼちゃかな。え、料理できんの？調べる。いい献立を思いついたんです。楽しみにして。小村料理発動。料理発動すげえ。3種類作れんね。トロピカカチャータが作れる。カチャータってなんだっけな。ちょっとイメージが聞いたことはあるけど、料理のイメージが湧かない。これにしよっか。あ、ちょうど全部使って作れんね。行きましょう。カチャータうまい。パンか。うまいよ小村。結構料理うまそうだな。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。お前も食うんかい。お前も食ったのは120年ぶりじゃ。相当うまいんだな。料理うまいんだ。腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。俺も食べて。ホムラちゃん火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あの家具土とかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうは色違うけどな。パワーダウンしとった。それってね、そういえばそうか。同じ水の中なのにか。エーテルっていう属性の力があるもん。エーテルな。水とか風とか他にもいろいろあるもん。闇とかあんのかな。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。絶対万能のやつだよな。水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。まあ当たり前だよな。俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。
全く整えることなくな。そう言われればそうか。どうしても普通の炎じゃねえのか。私の属性火じゃないので。え？火じゃないのになんで火の力を使えるの？名前も炎っぽいのに。結構複雑な事情が。どうしても？え、どういうこと？その複雑な事情、属性じゃ何なの？すっごく興味あるもん。めっちゃ言いづらそう。なんだろう、光属性とか。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。空気読めんなこいつ。人には言えない。14歳だっけ、ガキのくせに。だよね、ごめんなさい。めっちゃ大人やなこいつ。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいって、そんなどういうことなんだろうな。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。ニアちゃんはどこにいるか。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。絶対なってんだろうな。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。消えたりできないのかね。トラにいい考えがあるもん。変装とかぐらいしか思いつかないけど、何かあるかな。メレフ特別試験か。いかがなされました。メレフ突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいつのドライバーじゃなさそうか。その手のものは苦手でね、常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます。声的にもわかんない。万全の体制を持って軍さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう。女じゃない。これより晩餐の準備をさせます。あ、出た。様にはそれまでの間ずいぶんと早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。多分こいつのドライバーじゃないか。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何かどっから情報手に入れたか。毛布君。いえ、滅相もございません。毛布とバン繋がってるからな。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。ネレフのブレードが、どのような。カグチじゃん多分。どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。めっちゃ小物やな。けど相当ネレフ強そうだよな。やべえ、直接尋問でもされんのか。ふん、君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。だいぶ違うわ。大違いだよ。誰だよそんな不細工に書いたやつは。引っ張るなその絵。それほんとかわいそう。これでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？いさかいなしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど。まあ戻ろうとしてたけどな。いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。うわははは。うかつすぎるだろう。何も言わねえからなって言って、しょっぱな名前出しちゃってるしね。やっぱ変装？私だってバレませんよね。かわいい。トラ。猫耳の意味あったか知らんけど。兄貴の友達探しに行くも。あ、そうか、猫耳の種族がいるから猫耳っぽくしてんのか。いいね。その服いいと思うよ。ニハの情報収集、はい。アクティブにしましょう。まあ、情報収集とは言うけど、またびっくりのついてるとこに行けば、多分見つかるんで、あ、待って、4つある。多すぎね。4つ？情報収集箇所4つかよ。上っぽいね。上。こっち？違うな。こっ
こっちから、また出ていく感じか？あ、そうだね。ということで、ちょっと4つ、探しましょう。おはようございます。